では早速あのスタジオに着きましたので、はい、先ほど作ってみたグッズを使って、そうですね、早速やっていければと思います。はい、ではですね、一番最初は、背中ですね、はい、でなんで背中かっていうとですね、ちょうどこれボールが2つあるんですけど、はい、背骨がここの間にこうフィットするんですね。でここでゴリゴリすることによって背中の両端にある脊柱起立筋というこうちょっと盛り上がってる筋肉があるんですけども、ここの筋肉をほぐしてあげることができるようになります。はい、で仰向けで寝ていただいて膝を立てます。膝を三角形作っていただいて、このボールをですね、腰の間のところにですね、ぐっと挟んでもらいます。そうですね、で、この状態だけでも気持ちいいです。はい、でこの状態からですね、少し上体を起こしてもらって、自分でゴロゴロと足を使ってゴリゴリとこう上下に動かしてもらいます。動かす範囲っていうのは、はい、動く、自分が動ける範囲だけでいいです。はい、そんなにいっぱいは動けないですよね。そうですね、はい、はい、何回か動いたら今度はこのボールを少し、はい、今一番下ですので、はい、上にずらしていきます。また同じように、そうですね、気持ちいい。まあ疲れてるとですね、またあのちょっとテニスのやりすぎだったりですね、あのしてると、あのこのようにこう声を上げるぐらいこうちょっと痛い感じですよね。はい、はい、呼吸は止まっちゃダメですね。ダメですね、はい、しっかり呼吸はしてください。で今度はですね、上まで来たらですね、今度肩甲骨の間に入れてあげます。はい、で肩甲骨の間も同じようにゴリゴリしていきます。気持ちいいです。はい、で肩甲骨の間は肩甲骨を動かす筋肉ですね、腕を動かす筋肉が、ついてますので、今度は腕を動かしてあげます。で腕を真上にグッと上げてください。この状態で、上下にこうですね、はい、動かしてもらうことによって、肩甲骨を動かす筋肉ですねがほぐれてきます。どうですか。はい、ほぐれてきました。そのまま真上に出していただいて、はい、今度は上下にこう吸ってみましょう。どうでしょうか。またなんかちょっと当たる部分が違ってきますね。はい、はい、でもこれあれですね、寝てるだけでその自分の負荷が、はい、できるから、そうですね、力がいらないので、楽にほぐすことができますね。はい、じゃあ、今ね、背中にボールがここに入ってますけど、はい、この状態で少しね、腹筋運動じゃないですけど、上にグッと上げて下ろしてあげます。はい、何回か1、2、3、そうするとですね、背中の間にボールが食い込むような感じになって、はい、より深くボールが入ります。でそれで少し上にボールをずらしましょうか。でまたこれで上に上げて下ろして、上げて下ろして、でもまたボールを高めの場所に入れてあげて、上げて下ろして、上げて下ろしてですね、あの少し刺激が強いのが、お好きな方はこのようにしていただくと、より深くボールが入ってほぐれることができます。座った状態でですね、はい、お尻の部分にボールを置いてください。でこの状態で背中の時と同じようにちょっと前後に揺らしてあげます。はい、はい、ゴリゴリとですね。でお尻の筋肉っていうのは大きくて広いですから、もう場所は大きく、で自分がちょっとこう痛気持ちいいとこを探してあげて、でしっかり動かしてあげて、でもしもうちょっとね、あの負荷がかけたいっていう場合はですね、はい、足を踏んでいただいて体重をさらに乗っけてもらうと深く入ります。はい、あとはですね、お尻の横側ですね、ここに中臀筋、小臀筋っていう筋肉があるんですけども、はい、ここは骨盤の安定を司ったりですね、サイドステップした時に横にこう開く時の筋肉なんですけれども、ここはかなり凝ってきちゃうと腰痛の原因にもなってきますので、はい、ここをしっかりほぐしてあげます。はい、で横向きになっていただいて、はい、そうですね、
横向きになっていただいて、この、骨の骨盤の下のところを、入れてあげてですね、はい、でこのまま横で前後にですね動いてあげます。結構痛いと思いますけど、はい、どうですか？痛いです、はい、はい、ではですね、今度は同じように前側ですね、先ほど横をやった部分の、はい、前側の部分ですね、ここの部分にもしっかり、ほぐしを入れていきましょう。うつ伏せになっていただいて、当てるポイントは、先ほどの横の部分の少し前側ですね、はい、でこの部分に、このようにボールを挟んでもらって、はいはい、転がしていきます。はい、ではちょっと立ってみましょうか、はい、立ってみてちょっと股関節回してみてください。多分右と左でかなりちょっと違ってきてると思いますけれども、今のこっち左やってこうすればよかったですね。でも撮影上ね、はい、では今度はですね、足の裏と、はい、ふくらはぎですねを、しっかりほぐすのをやっていきましょう。はい、まあ、足の裏は簡単です、床にボールを置いていただいて、そのまま踏んづけてですね、でこのままゴリゴリとこうやっていただければいいと思います。ただですね、テニスボールなのでちょっと柔らかいですので、はい、もしお持ちであればですね、硬いゴルフボールとかも使用していただければいいと思いますので、はい、後でまたご紹介しますね。はい、はい、お願いします。今度はですね、ふくらはぎですね、ふくらはぎはですね、座っていただいてですね、はい、座っていただいて、このままこのちょうどですね真ん中にこう置くようにしていただいて、でそのまま、上下にこう動いてください。そうすることでふくらはぎのストレッチ結構きますね。はい、で、横側の筋肉もありますので少しですね、はい、角度を変えてあげてゴリゴリと、角度変えた時も真ん中に、そうですね、真ん中に入れてあげてですね、はい、このつま先を内側に向けていただいて、そのまま上下に動いてあげます。そうですね、前の時はうつ伏せになってこのまま挟んであげてゴロゴロと動かす、まあ、ただね、体勢が結構大変なんで疲れちゃいますけれども、うん、そうですね、あと横側の時は横を向いていただいて、そうですね、内側は、内側の場合はですね、はい、力の上難しいんですけれども、はい、このままずっと下の先の方はこういう風にするんですね、うん、でもなかなかできないですよね。そうすると、ね、椅子とかにこう置いていただいて、はい、高いところでやってもらうのがいいと思います。そうですね、はい、ながらだと多分体の硬い柔らかいの、はい、出てくるでしょうから、はい、はい、これで足を乗っけてもらって、そうですね、はい、この状態でやっていただくと、そうですね、はい、できます、さっきの、はい、はい、だから何か本か何かこう積み重ねてもらって高さ作ってもらうとやりやすいと思いますので、はい、やってみてください。次はですね、はい、背中とかもやったんです。今度前側ですね、肩口の前の部分もこの部分も硬くなってきますので、ここの部分をほぐしてあげたいと思います、はい、でうつ伏せになっていただいて、はい、ここにボールをしっかり置いていただいて、で少しこうゴロゴロと動かしてあげます。ちょっとやってみましょう、はい、ボールの位置は鎖骨に沿うようなイメージ。いや、そうですね、この鎖骨じゃなくてですね、ここの上腕骨の骨頭って骨が出っ張ってるところがあるんですけど、ここの部分にこう入るような感じですね、はい、この部分ですね、はい、ちょっ
と分かりづらいですけど、これでぐーっとちっちゃくでいいです。動かしてあげると結構痛いと思います。はい。はい、今日はですね、ボールで作ったもので、体のほぐす、はい、っていうのをやってきましたけれども、どうですか、今日やってみて。走ったわけでもないんですけれども、はい、すごい汗がじんわり出てきまして、はい、なんかこう体の中からしっかりほぐれて、はい、いい汗かいたなっていう感じです。はい、そうですね。プロの選手もですね、使用しているこのピーナッツボールっていうんですけども、ぜひご家庭で、作ってやってみてください。はい、作るときはダンロップのボールでお願いします。よろしくお願いします。テニスボールじゃなくてゴルフボールを使った、ちょっとマッサージをやっていきましょうか。今日はですね、このよく飛ぶゼクシオのボールですね、はい、ゼクシオ11の新しいボールを、はい、使用してちょっとやっていきたいと思います、はい、まあ当然硬いですので、まずは足の裏ですね、はい、足の裏地面に置いていただいて、この足の裏でゴロゴロやってください。でこれだとですね、椅子に座りながらですね、テレビ見ながらでもできますし、立ったままでも結構です。ながらトレーニングができますね。あとはですね、手のひらをこう置いてもらってですね、ちょっと凝ってるところにこうゴリゴリとこう押し付けるような感じですね。で、グッと押すとやっぱり力入ってしまって手が疲れてしまうので、ぐるゴロゴロ転がすような感じですね。まあ、こう肩の内だとかですね、足のこういったももの上だとかですね、まあ、これも今は立ってますけれども、座った状態で、まあ、テレビ見ながらでも結構ですので、ゴロゴロさせていただくと血行が良くなって、気持ちがほぐれてきます。Thank you.